セザリー症候群で見られるセザリー細胞。くびれの深い核を持った異形リンパ球である。セザリー症候群は皮膚の悪性リンパ腫の一種であり、全身が赤くなり、痒みが出現し、発熱とリンパ節腫脹も伴う疾患。フランスの皮膚科医、アルベール・セザリーが報告した。筋上位筋肉症と同じく皮膚 T 細胞性リンパ腫に属する。本症が筋上位筋肉症の進行したものと考える説もあるが、筋上位筋肉症が前例セザリー症候群となるわけではない。末梢血中に出現する異常リンパ玉はセザリー細胞と呼ばれる。比較的稀。50から60歳以上に後発。高皮症、リンパ節主大、末梢血異形リンパ球の出現がある。これをセザリー症候群の三種症という。強い全身症状を伴わずに慢性的に経過することが多い。ただし、すべてのセザリー症候群でこれらが見られるわけではない。そのため、この診断の確定には、高皮症に挙げられる疾患を除外する必要がある。ステロイド外用療法、PUVA療法、インターフェロン療法など、重症例では化学療法剤なども併用する。悪性腫瘍の分類ではあるが、平均生存期間が年単位の低悪性群に分類される。ABRノート2015、内科、外科編メディックメディア ISBN978 から48億9632万5102、ABC 医師国家試験のための、レビューブックマイナーメディックメディア ISBN978 から48億9632万5485。ありがとうございます。